自分の1年間の目標は自分のいるカテゴリーでスタメンを取り上のカテゴリーに上がることです。そのためには練習後の時間や練習前の時間を効率よく使って今自分に足りないことをすることと、サッカーだけではなく勉強面でも自習をしっかりとして寮生活でも他のメンバーの見本となるような生活をすることです。3年間の目標はレギュラーを取って選手権インターハイで全国大会に出場することです。そのために1回1回の練習を 100% の力を出してやり、練習後のケアもしっかりとすることと、練習中は誰よりも大きな声を出して積極的に練習に参加することです。これで終わります。